政府が2024年度から5年間の外国人労働者の受け入れ人数を2019年に設定した人数の2倍以上を見込んでいることが話題になっているようです。内容はこちら。毎日新聞。人手不足の産業で外国人労働者を受け入れる在留資格、特定技能をめぐり、政府が2024年度から5年間で最大82万人の受け入れ見込み人数を試算していることが関係者への取材で判明した。 19年の制度導入時に設定した5年間の受け入れ見込み人数の2倍以上の想定で、深刻化する人手不足を解消するため、外国人労働者に依存する傾向がさらに強まりそうだ。特定技能は在留期間が通算5年の1号と、熟練した技能が求められ、家族帯同で無期限就労が可能な2号がある。政府は23年8月、2号の対象分野を2分野から11分野に拡大。無期限就労が可能な別制度がある。介護を含め、 現行の全12分野で永住に道を開く仕組みを整えた。政府は自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野を追加することも検討している。特定技能を含む外国人労働者は23年10月時点で初めて200万人を突破し、11年連続で過去最多を更新している。外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、受け入れ企業は日本語研修や教育訓練の実施が求められるようになると見込まれる。 外国人労働者の配偶者や子供への生活支援も社会的な課題になりそうだネットの声はこちら岸田政権って後世語り継がれるような癖をやってるな岸田は歴代最低の首相になり下がった今すぐ退陣しろ日本が滅ぶのを見たくない国民の8割近くから不支持を突きつけられている政府が国の形を根本から変えかねない政策を勝手に進めている以上 人手不足なのは理解するがこういう政策こそ国民の声を聞きながら進めるべきだろうもうダメだわ岸田政権は左翼リベラル政権にして進中そしてダボスや WEF のグローバル政権日本は移民大国にされるわよ欧州の二の舞になる日本そもそも人手不足を作り出したのは政府です少子化氷河期世代数え上げたらきりがない なぜ日本人に文句を解放せずに外国人ばかりに便宜を図るのですか私はこの日本政府のやり方に心底愛想が尽きています。いい加減にしてほしい。日本政府は信用できない。低賃金固定化、貧困放置、住民間の圧力、社会の分断、格差拡大、学校教育問題、医療対応の不備、ざっと思い浮かべても問題だらけ。一体何がしたいののか。問題の根源は、 雇う側が十分な給料を払えないことにあると思うのだがいい加減奴隷制度やめるよ給料を上げて日本人雇え外国人ばっかりを入れる前に日本人の若者の非正規雇用を減らすべきやろうなぜ我が国の若者の支援をしないのか実際は低賃金で働いてもらう制度でしょうこういうのを認めていくから日本人の給料も上がらないんですよね低賃金でしかやれない産業は切り捨てていくかしっかりとした公費で支援をすべきであって 安いい労働力を入れるべきではない最大82万人の日本人が職を奪われることになるんやな。なんともはや、賃上げをさっさとやっとったら、こんな人数いらんのにな、それに、強制せなあかんのやろう。日本でのマナーくらいは。失業者、就職希望者は合計440万人いるのに、日本人の問題を解決せずに、外国人に雇用を与えるのか、企業や議員の利権に、国民を犠牲にするな。 働くく意欲ががありななら職に就くのをを断念せざるを得ない日本人。育児中、介護中、中高年、ブランクあり、障害者などが安心して働ける環境を用意する方が先ではなかろうか。外国人に依存すればするほど、外国人に日本人の富を譲り渡すこととなる。毎年16万人。18歳人口は約100万人なので、毎年新たに就労する労働者の1割以上が外国から来る計算になる。やめろ。 多文化共生が不可能なのはヨーロッパが現在進行形で証明し続けているすでに家族帯同で無期限就労が可能な2号の対象分野を11分野にまで拡大しているのにさらに4分野の追加も外国人労働者の生活保護や教育現場の負担も増えるだけでなくいずれ日本人より優遇され EU のような悲惨な将来が実質賃金に下押し圧力これ言い出したのも経団連という諸悪の根源途中で辞めて難民認定しろって居座る未来しか見えない 狂ってんな岸田政権。労働者の賃金上昇させるって岸田は国民に約束したよね人口減で供給が強くなってるすなわちほっとけば賃金は上がるなのに安価な海外労働力を大量に入れる時点でお嘘つきやがな経団連の圧力かご視聴ありがとうございました今回の動画どう思われましたでしょうか次回も是非ご覧ください